アロハ、ハワイ島不動産ブローカーの山田千秋です。私は今、ハワイ国立火山公園に来ております。先日噴火した火山の女神ペレに挨拶に来ております。ハワイ火山国立公園を訪れることは、私の家族にとってお気に入りの週末の小旅行です。ここはトロピカルなコナとは大きく異なり、熱帯雨林に囲まれたとても涼しい気候です。ここに来るたびに私はリラックスをし、エネルギーを充電し、人生をリセットします。ボルケーノは私にとってのパワースポットでもあり、自分自身と向き合うのに最高の場です。キラウエアにはハワイの火山の女神ペレが住んでいると言われております。ここから9月29日に噴火が始まりました。公園を訪れると噴火口の火山活動、煙から夜はオレンジ色の輝きまで、さまざまな噴火の様子を見ることができます。その夜、私たちはデバステーショントレイルに駐車し、オールドチェイノブクレーターロードの道を1マイルほどハイキングしました。このトレイルがキラウエア火口まで導き、アクティブな火山の噴火を見下ろすことができます。このように火山の噴火を目撃しますと、地球の生命力を感じますね。日中も火山の噴火活動を見ることはできますが、夜は火口に溶岩光が形成されて、驚くほどの輝きを放っております。ハワイ島へいらっしゃる際は、ぜひハワイ火山国立公園に足を伸ばしてください。とてもスペシャルな場所ですよ。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら、私のチャンネルのご登録をよろしくお願いします。